八柱神社は、愛知県壁南市八よ町島山の百四十にある神社。旧社格は豪社。十三年八月二十一日創建。北海軍棚尾町の氏神だった。境会社として、九百三十一年に創建された五国神社の棚尾神社がある。境会社の棚尾神社十三年八月二十一日、四季の創除の四季の左衛門の、 藤原兼助が八王子宮を創建した。長歴元年、尾張千田郡内海から来た長田城星が、官主となり、以後は明治維新まで、おさだしが社家を務めた。現在の大浜地区にある西宝寺は、明王五年まで八王子宮の境内にあり、三捨寺と称していた。文政十年には、前浜神殿を開発した斉藤和助によって灯籠が混流された。 1872年9月には、八王子宮から、八柱神社に改称し、近代社格制度における尊者となった。1884年2月28日には豪社に、昇格した。同年3月18日には、初夏の山中神天沖長、社号学を奉納している。1919 19年9月には、矢萩川に架か,かる棚尾橋の焼却期終了記念として、境内に、 太鼓橋が建立された。1923年には大鳥居が建立された。1931年10月18日には、境会社として、五国神社の棚尾神社が創建された。八柱神社近辺には作り酒屋の旦那州に支えられて、花町が形成されており、劇場三映座の開館によってこの花町も発展した。 かつての壁海軍棚町の集落の南端部にある。かつては壁海第一南西部の突端部に位置しており、神社の南側や西側には海が広がっていた。海岸には文六年間以後に塩田が形成され、塩浜町という町名に名残が残っている。ここで生産された塩は大浜塩として品濃国に運ばれ、にがり成分が多い特徴を生かして、 塩漬けなどに使用された。境内には井戸、弥生の井があり、醸造業に適する水質だったことから、棚尾では醸造業が栄えた。ありがとうございます。